日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷新田神殿は、岡山県倉敷市倉敷地区にある地域である。かつての筑母郡新田村にあたる。総人口は4690人、世帯数は1877世帯。郵便番号は710-0038。倉敷地区の南部にあたり、中心市街地の南方に位置する三角形のような、 形をしたエリアである。東に倉敷川、西に足高との境界となる旧県都いから南方に分流した溶水が流れ、南には粒港との境界となる溶水が流れている。倉敷川東部に数山丘陵があり、その再録となる上、名田集落がある。上、名田や下名田は古くは別村であったが、1876年に倉敷村に編入され、 現在は、新田の地域内となっている。上、灘の丘陵部を除けば、全域平地であり、古くは、海域で、江戸時代における干拓により、陸地化した新田地帯で、地域名称もこれに由来する。平地部は、北部は古神殿中部は後、新田、南部は未神殿と呼ばれ、古神殿、古神殿は、現那年間に、当時の備中松山藩主、 池田氏が古神殿、御神殿の順に開墾した。池田氏が上風され、新たに江戸幕府領となり倉敷支配所となると、慶応年間に未神殿が開墾された。幕末における国高は、倉敷村と合わせて1834国8と急正であった。明治になると、古神殿、御神殿、未神殿を合わせて、久保屋郡に行った村と呼ぶようになり、 1876年より、久保屋郡倉敷村の一部となり、道村の大技に行ったとなる。その後、倉敷町、倉敷市を経て、倉敷市となり、現在に至っている。現在は、域内北部を東西に、国道2号バイパスが横断し、さらに東部を倉敷川沿いに、岡山県道22号倉敷玉能線、南部を東西に、倉敷市道、また、 西部の近接地を南北に倉敷市道古城地線が循環しており、加えて小島地区へ連絡する大型幹線道路も整備されている。北部は市役所が近く、幹線道路沿いを中心にロードサイド店舗が数多く林立、住宅地も激増し、郊外型の市街地として発展した。人口、企業、交通量も時代を経るにつれ増加の一途をたどっている。 一方、道路から離れた平地には、農地が多く残っているが、それも徐々に宅地化が進行している。ありがとうございます。